どうもタブヤンです。 SD ガンダムガチャポン選出マップ17二大惑星激闘編ホワイトベースアグレッシブに行こう。アルパージールを倒しに行きたいと思います。さあニューガンダムもね追いかけて海で戦うなら戦ってやるぜ。さあそしてここでねクインマンサー作っております。あと2ターンかかる。さあそして完全に囲まれたエルメスですけどアルパージール倒すチャンスだねこれ。76、でも火力が全然違うから勝てる気は全くしないねでもねどうせならどうせガチャベース取られるなら特攻しよう。狙って撃てエルメス。当たった。こっちが先に当たった。よし当てた。2発当てた。当たらない。うまいな相手も。あやばい。よしよし頑張れ頑張れ頑張れ。あと一発めちゃくちゃ惜しかった。悔しい。でも負け勝ち負けなんだよねこれ。補給基地で補給されるからくわー残念でしたね今。いやーこういうの多いな。惜しかったねめちゃ悔しい。画像も来てますね。カポールが待ち構えてやるぜ。さあそしてザクが追いかける。これやられるなら やってやるぜザクザクすげえ。ザクカプールの首を取りに行くぞ。宇宙に出てきましたザクさあどうするだろうね戦艦たち。さあここではねどうしようかな。全滅したからね何作ってもいいんだよね。迷うね。もうドムとか作るのやめよっかね。ちょっとレベルの高いモビルスーツを作って金かける。マーク2ぐらい作ろうか。マーク2カプールぐらい倒せるでしょマーク2だったらねさあちょっとお遊び使ってしまいました。ここ惜しかったな何回見てもあと一撃だったら斜めに撃てば。うー最後ちょっと近づかれたのがね。無傷でやられるのと一緒だけどね。倒しきる。ああ回復されました。がっくし撃ってくるか。でも一発当たればこれ画像も突っ込んでくるんじゃない。逆に当たってくれた方が。当たらないのかいこれ当たるんじゃない。当たらないのかい画像も突っ込んでこないのかい。あーっとうまい。ザクうまい。めちゃくちゃうまい。ザクわザクすげえ。ザクの戦い。おすごい。5発連続当てたぞ。あーやばい。接近戦は嫌だ。あ力取られる。最悪。体力回復全開してるじゃん。5発当てたのに。なんだこの低レベルな戦いは。
いやいや、でも勝ってるよ。こういうスローな戦いならね。あ、やばい。石、あー、お金も取って1000円。なんてやつだ。あ、ザクどっか飛ばされるよこれ。めっちゃ当たってるんだけど、こっち。あー、押された。くそ、お邪魔虫に押された。力取られたのは痛かったね。あ、来ました。我が母艦ホワイトベース、海での戦い。潜ろう。よし、これいける。やつは沈んでこない。勝った。よっしゃー。水中での戦いは私の方が強いみたいですよ。ホワイトベースやってくれました。飽きた。本家水中じゃん、こんな。勝てるに決まってるでしょ。負ける気が一切しない。宇宙とは違うな。な、あ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 。あらま。そんなもん、ひどいな。かすり傷つけてやりました。ザクの特攻作戦。まあ、お遊びですからね。あー、ガチャベース取られました。やっぱりアルパージールか。まだまだお金は持ってるんだよね。うん。あ、街で回復しとくか。ふう。マーク2できました。マーク2でもな、突っ込みどころがないね、これ。アルパージールがいるとちょっと無理だな。ちょっとどころじゃないな。さあ、あ、まだか。クイーンマンさんまだですね。しかしね、ホワイトベースが勝ってくれました。一旦ちょっとホワイトベースの回復をしたいですね。そしてね、この街を、惑星上の町をすべて取ってしまいたい。うん。で、その間に、ここで、パネル付きを、どんどん作ってね、いきたいと思います。どうしようかな。呼吸ピッチ入るか。あ、ここに呼吸ピッチあるんだ。まあまあまあ、でもね、そうだね。一旦、ちょっと呼吸ピッチ戻りましょうかね。サザビー実はまだ一回も戦っておりません。あ、でもな、ホワイトベースだから海で勝てた だと思うんだよね。結構、あ、地上ニューガンダムちょっとこう東へ回ろうか。海で戦いたくないんだよね。この辺にいとこっかな。クイーンマンサー町みたいなとこあるよね。パスですね。モビルスーツ9体になっちゃったよ。寂しいな。さあ、アルパージールをね、惑星内のアルパージールを1体ずつ倒していくっていうミッションですね。あー、でもこっち戻ってくるのか。宇宙から戻ってくるか。ひえー、それは当たらんよ。何回も言ってるけど。簡単には当たりませんよ。まだまだアルパージールだよね。
がまた増えたもんな、2800まで。あ、もうでも、ま、アルパージール作れなくなったね。はい、ついにお金がなくなりましたね。初めて50ターンで。あ、本拠地で何作る、これが一番問題だ。ハンマー、ハンマー、嫌だな、嫌なモビルスーツ作ったな。いやでもこうガチャベース取ったから、アルパージール、あ、こっから上陸されるとかなりやばいね。北側を、ま、マークしようか。ここ穴だからね、唯一のね、地上で。さ、クイーンマンサー乗せようか。クイーンマンサーの移動力は8。ホワイトベースに乗せて、ホワイトベース、あ、もうほぼ回復してるね。OK、じゃあ、ここにしようかな。で、さらにクイーンマンサー作る？クイーンマン、アルパージール作る？アルパージール乗りこなせるかな、私に。でもちょうど作れるよ。ねえ、一体ぐらい作ろうか。アルパージール。作っちゃいました！敵のアルパージールを奪いたかったけどね。そういうわけにはいかないみたいですね。OK。アルパージール待ちにするか。ハンマー、ハンマーが作られるんでしょ。本拠地って奪うわけにはいかないしね、戦うしかないんだよな。まだまだ予断を許しませんね、この戦い。うん、どうしよう、これ本拠地で何か作っとかないとやばいね。さあ、アルパージールばっかり相手は動かしてきましたね。さあどうしよう、これやっぱ集団行動した方がいいな。うーん、海で戦うのか、嫌だな。さあどうする、ホワイトベースが一番強いかもねえ、そんな感じがするね。そしてね、敵のクイーンマンサーがこれ大気圏入ってきました。やばいなこれ。ズゴックでは平地を守れない。まずいよこれ。どうしよう。もうちょっとお金貯めて、もうちょっと強いモビルスーツ作ろうかな。街を防衛したいね。いや、お互いの本拠地を攻め合う、なんとも複雑な戦いになっております。さあ、敵の進軍がどんどん始まってきたぞ、ついに。でもね、問題は敵のモビルスーツの数が多いことだよね、シャアの問題は。それで進軍スピードは遅いんで、いや、なんとかこれ守備隊作らないといけませんな。これはね、地上用に強いモビルスーツをね、作りたいね。それから水中、
いかにしてこう水中を守るかっていうことになってくるよ。これ防衛ラインをちょっとね下げて、マークス死にかけミサイル撃たれまくり、まずいなこれ。無彩とか欲しいね。あ、無彩かお金ないのか、マジ。いや、あんまりちょっとお金使いすぎると攻撃用のモビルスーツが作れなくなっちゃうからダメだね、全然足りないね。さあ、そしてハンマーが出てきました。これきついな。でも打ち勝たないとねいけませんよ。これここはね、もうもはやもうホワイトベース役目果たしてるから戦闘をしよう。ホワイトベース、うん、突撃だ。ホワイトベースが突撃。さっきの夢をもう一度。かわされた。くそ、こっちの方がダメージ受けてる。あっ、お邪魔虫に近づかれた。あ、まただ。嘘でしょ。3、2杯。うーわ、お邪魔虫めちゃくちゃ邪魔するじゃん。頑張れ、耐えろ、この位置を耐えろ、この位置。よっしゃー、なんとか耐えたでもハンマーに落とされそうです。いやー、でもねホワイトベース頑張ってくれたここまで。うん、これちょっとでも、あ、落とされるだろうね。まあしょうがない、これもう全軍突撃でいこう。で、数でビビって逃げてくれたらねそんなわけないかホワイトベース。でもアルパージールより安いからね、ホワイトベースいいんじゃないか。これパラサーテネ作る。いや、でもやめとこう。もう守備隊はね必要最低限でいきたいと思います。海のねモビルスーツでなんとかなるんじゃないかな。ほんで時間稼ぎでね、またグフ作っとこうパス。あくまでお金をかけずに防衛して、資金は全て攻撃用のモビルスーツを作る。アルパージールの次はまたファンネル付き。そうだね、すぐいつもやられるハンマーもう一回作ろうかな。もしくは一度やられ、あー、全部地球に戻ろうとするんだ。そこ、それは賢いですね。多分もう時間がないっていうことだね。そうなるとアルパージールがね大気圏の外に5体ぐらいいるんだよね防衛に戻ろうとしてる。あ、当たると死ぬ。おー、助かった。来たね、やっぱり来たか。これはしょうがない。あー、ホワイトベースありがとう。あー、マッチ取られた。ついにアルパージールが我が領内に入ってきました。アルジャジャは来ないのか。何その団子三兄弟みたいなアルパージールアルパージールの無駄遣いだよねアルジャジャとアルパージールしかいないもんねさあ、これ防衛戦どうするよって感じだね。でも海には来れんでしょ。カポールも行こう、三つどもえで。完全包囲だ。そしてグーが、ア
ルパージールできました。うちのチームのアルパージール、どうしようかな、南にこっちへ向かおうか。さあ誰が仇を打つ。ハンマーハンマー、そうだね、クイーンマサでいくか。もう殴り合いじゃん。基本性能で勝ちました。でこれ届かないでしょ、このアルパージールは。でサザビーが行って、サザビーとニューガンダムでプレッシャーかけようか。こうしようかな。しようかな。ここでいっか。ちょっと待ってよ。ここでいいか。まあ、3体並べとこう。うん。さあ、何作る？ハンマーハンマー。ヤクト動画、キュベレーか。ハンマーなんかジンクスでね、負けたジンクスがあるからな。ヤクト動画にしようか。ヤクト動画2段頼むぞ。さあマックス逃げてくれ。全然守備隊がいないねこっち。なんか作っとこうか、ドーム作っとこうか。いやーもうヤクト動画の次はもうモビルスーツ作れないよこれ。まずいね、母艦も失ったしね。もうモビルスーツ失いたくないんだけどな。アルパージールまだいるよね。敵の惑星を全部占領しようと思ったけど、そんな時間はないみたいだもんね。敵のアルパアジールが戻ってくるからね。それまでに蹴りつけないといけないんだ。武者ゼータはでも強いからね。あ、来た！ニューガンダムと勝負か。オッケー。当たる。あーうまい。あーミサイルうまいな。避けれないミサイル。ニューガンダム完全に散りました。アルパージール、海のアルパージール強い。くっそー。あズゴックを避けたな。町取りに行こうとしてる。うわレウルーラにアルパージールが2体乗った。あ3体乗った。あのレウルーラ落としたい。あのレウルーラ落としたいね。あのレウルーラ落としたらなんか言うね。アルパージール3体落とせますよ。さあ心の支え、ニューガンダムがやられました。敵を取るのはササビですね。戦えば勝てると思うんだけどな。行こう、勝たないと。よし、もう打ち合いで相打ちに持ち込みました。よしで、クイーンマンサ回復。よし、まだ何も作ってないでしょ。それがチャンスですよ。アルパージール、あーホワイトベースがいないから歩くのが遅い。これだいぶターンかかるね。それ見てください、ここアルパージールが1体2体3体4体5体いますね。これが戻ってきたらもう勝ち目ないよ。さあ、あ海じゃないかここ。完全に舐められてますね。
行きましょうか。これなんだ、あ、ドムかドムね、はい。マーク2なんとか回復できました。何のために作ったんだかマーク2あ、グフも死にかけてる。そうだね、ズゴック行こうか。ズゴックで十分じゃないか、アルパージール君よ。基本性能が違うぜ。貴様のミサイルを避けられ、あ、ダメだ、ハズレが多い。あー、虫に邪魔されてる。避けろ、よし、前に行って避ける、うまい。基本性能が違うぜ、海での。よし、力で回復。体力あるやつだな、こいつ。忙しい。うまい。ノーダメージだこっちは。あと20秒、時間との戦いだ。魚邪魔。あと一発。なんか取った、力取ったか、あいつ。あいつ力取りやがった。でもノーダメージ、あと9秒。しんどい、しんどい作業だけど勝てる。あと一撃、1秒、よーし。皆さん見えましたか、0秒でしかもノーダメージで倒しました。なあ、取り返したぞ。見たかこの野郎この3人に任しとけば全然大丈夫ですね。安心してこっちでね戦いましょう。ということで、もうお金は全部ここに吸い込もう。クイーンマンサーとサザビーとアルパージでもね、あの大気圏の宇宙のアルパージール5体がこっちに戻ってくるまで多分10段ぐらいかかると思うんだよね。その間にやってしまいたいね。あとは本拠地であのシャアが何を作るかだよね。守備に見てください、このアルパージール 3体乗ってるの。ベルーラ海に来てほしいな、沈めてやるのにね。ミサイルばっかり撃ってるうちはね、こっち攻めてこないもんね。どうせなら攻めてきてほしいけどなそうか、モビルスーツを作らなければ攻めてくるのか、そうかもしれないね。わざと下がりましょうか。じゃあね、アールジャジャが来た。中央のレウルーラのところわざと下がっておびき寄せようかな。でアルパージールを一網打尽にしたいね。ということで、ちょっとね今回はここでさっき言うの忘れてたね、区切りたいと思います。次回武者セーターと戦いたいと思います。次のこのターンいけるかな、あ無理か、あと数ターンで。どこで作ってるんだろう、モビルスーツ的の。ちょっと忘れたね。E とかは出てあ、ここだね。ここと、あ、ここか。OK、じゃあ、本拠地ではモビルスーツ作ってないんだ。よし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 、皆さんチャンスですよ。次回、勝てるかもしれませんよ。それではまた、さよなら。